皆様こんにちは、暑い中お越しいただき誠にありがとうございます、本日、今日の司会をさせていただきます、シップスタッフの吉永隆と申します。どうぞよろしくお願いします。はじめに、本日 の、 トークセッションの前にまず、こちらのシップというところがどういうところかの説明を簡単にさせていただきたいと思います。シップの代表のですね、新地と申します。どうぞよろしくお願いします。シップのですね、できるまでの経緯をちょっと簡単にですね、説明したいと思います。ですね、神奈川ですね、レインボーセンターシップ、これは2007年、昨年のですね、9月7日にですね、オープンいたしました。場所はですね、ここから5分ほどそうですね、歩ったところ、ちょっと山を登ったところにありますので、もしですね、今日時間ありましたらですね、寄っていただければどういうところかというのは、まあ、分かっていただけると思います。で、この、シップができるですね、経緯をちょっと説明しますと、まあ皆さんですね、ご存知のように、HIV エイズが、年々ですね、増えて、でそのうち、同性間の、性的接触がもうすごいですね、右肩上がりで上がっています。で、まあ、年齢別構成では、まあ、20代とか30代が多いです。であと地域別では、まあ、神奈川県が約 77% を占めております。で、まあ、関東では約 68%、でこの辺をなんとかしていただきたいなということで、神奈川県の健康増進課の方と、でまず MSM の中でどういう性感染症が多いのかというのを、まあ、これデータですけども、ちょっと見にくいんですけども、左がですね、マッシュ大阪の、検査院まあ、この日で、まあ、検査は、上受験した数346人に対して HIV が 13% で、梅毒が 19.4%、まあ、これ、それから真ん中のデータがですね、これ名古屋ですね、それから一番右も名古屋のデータで、やはり HIV が、1.2%、4.2%で、梅毒も約、まあ、平均して、まあ、15-16% という感じで増えています。で、異性間との違いというのは、梅毒が同性間の中で一番多いというとこで、梅毒 B 型肝炎にですね、感染するとですね、HIV に感染しやすいというとこ。これはちょっと海外の方の事例です。これニューヨークのですね、サンフランシスコのコミュニティセンターで、これは国内のコミュニティセンターです。今までの問題点としまして、同性間のですね、MSM 向けの予防啓発というのは商業施設でしか行えてですね、で商業施設の今利用者というのはネットの利用が増えてまして、商業施設の利用が減ってます。でなかなか情報が伝えにくくなっているのが現状です。で、この辺をどうにかしていかないとならないということで、まあ、学校との連携が一番重要だと思っております。でまず自分のですね、セクシュアリティに何て言うんですかね、迷ってる思春期、そういう時に、まあ、しっかりしたサポートをしていきたいということで、まあ、これはセンターの位置づけですけども、MSM の、まあ、商業施設を、まあ左の方としまして、まあ、そことはちょっと離したところに、まあ誰でも利用できるように、まあこれ作ったのが、まあ、その特徴です。
今、厚生労働省が、設置する2丁目のですね、アクタ、それから大阪の西さん、それから名古屋の大津、それから福岡の八甲ですね、まあ、4か所ありますけど、それは繁華街のプロジェクトでして、ゲーバーの一つにある。ですから現場の一つにあるとやはり学校との連携というのはなかなか取りにくい繁華街の中にあるでそういうところので、質としてはその繁華街からわざと外してその学校との連携をですね取りやすくしたというのが、まあ、特徴です。